はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日はですね、世界最大の DEX DYDX が V4 という新しいバージョンをローンチしたので、今日はその解説をしていきたいと思います。で今日はですね、この DEX が進化していくこの中で何が変わっていったのかということがメインの トピックになると思うんですが、そういう難しい話を難しくするというよりも、やっぱりこの概念を簡単に説明して、具体的にユーザーとしてどんなところに変化があるのか、そういう感じでですね、今日はご説明をしていきたいかなと思っています。で、簡単にどんなトピックをカバーするかというと、まず一つ目はですね、そもそもこの DYDX の V4 変化、どんなことがあるのかですよね。で、二番目に関しましては、それがユーザーにとってどのような変化があるのか、おそらく多分一番最初に説明させていただきたいのは、 プラットフォームがどう変わったのかですね。で、3つ目に関しては、これすごく大事なポイントなんですけれども、今回ですね、ステーキングができるようになりました。で、このステーキングをすると何がいいのかなんですが、まあ、ユーザーとして一番嬉しいのは、この DYDX のプラットフォームが上げる収益のですね、分配が受けられる。そして、4番目はその収益を受け取るために、ステーキングのやり方をですね、今日皆さんに ご紹介をしていきたいと思います。で、このステーキングのやり方をですね、学んでいくにあたって、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、バリデーターを選ぶ、これつまり DYDX のトークンを預ける先の人をですね、どういうふうに選んでいくのか、どんな人がいるのか、ところもご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひですね、この DYDX のプラットフォームがどう変わっていくのか、そして DYDX のですね、上げる収益の分配を受け取りたいなと。 というふうに思う方は、ぜひですね、見ていただけると嬉しいです。やっぱりこの収益の分配を受けておれるっていうのは、今後マーケットが盛り上がってくるに従って、トレーディングボリュームがブワーって増えてきますよね。で、そうすると、今の段階で得られる収益分配よりも、今後はもっともっと増えていく可能性もあると思いますし、そうなることによって、トークンの価格もですね、上がってくる可能性もあるんじゃないかと思います。あとはですね、今回このステーキングのプログラムが、 導入されることによって DYDX のトークンへのインパクトというところも少なからず出てくると思いますのでまあ、そういったところに関してもちょっとですねまあ、触れていきたいかなと思ってますはいということで早速なんですがここからはですね DYDX が V4 ローンチを経てどのような変化をもたらしてくれるのかそんなことについてお話をしていきたいと思いますで、簡単に申し上げると DYDX はこの V4 ローンチを経て 完全な分散化というところに今向かっていっています。で、どんなことをですね、したことによって完全に分散化に向かっていっているのかということなんですが、これまで DYDX はもちろんセルフカストリー、いわゆるユーザーが秘密鍵を、自分のウォレットの秘密鍵を持って管理をして、この DYDX というプラットフォームを使っていくということをしていたんですけれども、オーダーボード、こちらにも映っております、このオーダーボードありますよね。 これのマッチングですとか開発というところは DYDX トレーディング社というところが行っていました。これを今後はですね、バリデーターというふうに呼ばれる人たちに譲渡することによって DYDX の手から完全に離れてバリデーター、そしてコミュニティがこのプラットフォームをですね、運営していくというような形に今なっていきますと。でこれによって完全にこの DYDX の、まあ、例えばトレーディング社ですとか、 え、まあ、ファウンデーションの人たちから手が離れるわけなんですけれども、もう DYDX の人たちがこうやりたい、あ,あやりたいって言ったとしても、この DYDX のトークを持っている人たちが、まあ自分たちでこういうふうにしたいです。こういうふうにしたらいいんじゃないか。まあそんな議論をですね、していって、みんなで投票していって、その投票の結果によって、この運営方針というものが、 今後決め、決まっていくと。まあ、つまりいわゆるダオ化ですよね。まあ、こういったところに向かっていくわけなんですが、まあ、今後この DYDX という世界最大の DX e がどのように運営されていくのか、そして、どのように進化していくのかってことはですね、今すごくこのクリプトウェブ3のマーケットで注目をされていくと思いますので、今後もですね、ぜひ注目していっていただければと思います。では、ユーザーとして何が変わったかですよね。 簡単にちょっとプラットフォームの変化というものを見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちらがこれまでの V3 のですね、プラットフォームになっています。まあ、あの、皆さんもちょっと見慣れたというか、まあそんなに違和感がないものなんではないかなと思いますが、で、こちらがですね、V4 になっています。どちらかというとこのプラットフォームの仕組み作り方の方が、慣れている方多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ非常に使いやすいスッキリとしたプラットフォームに変わったのかなという印象がありますよね。 はい。で、このプラットフォーム自体はそんなに大きな変化は正直ないと思うんですね。ただしい我々が今回一番ですね、注目をしておきたいのは、今回この DYDX のトークン、DYDX トークンをステーキングすることによって、この DYDX のプラットフォームでユーザーが支払う、この手数料の分配をですね、受けられるという仕組みなんですね。 これは非常に画期的で、他にも、まあこれと同じような仕組みを持っている DEX っていうのはあるんですけれども、まやはり1日あたり1ビリオン US ドルのですね、規模を超えるようなトレーディングプラットフォームで、このような収益分配のシステムを持っているところっていうのはないので、今後ですね、どれぐらいの収益分配が受けられるかっていうところももちろん注目ですし、ま実際にどれぐらいのですね、トークンがこの流れに乗って、 変われていくのか、そしてどれぐらいのトークの開発になるのかとか、あとは売り圧の軽減になるのかとかですね。まあそういったところも今後注目になっていくんじゃないかなと思います。まああとはですね、今日はここから、じゃあその DYDX の収益分配受けたいけど、どうすればいいのかっていうところをですね、皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っています。でちなみに、今回ですね、この DYDX が V4 に進化するにあたって、 L1 チェーンをですね、新たに作りました。で、これは DYDX チェーンというですね、コスモス SDK を使って開発されたチェーンなので、新しくですね、ウォレットを作っていく必要があります。で、こちら見ていただきたいんですけれども、一応概要欄の方にも貼ってあるんですが、この k e p r というものを使っていきます。これ何かっていうと、ちょっと見ていくとですね、わかるんですが、こちらの概要欄の方のリンクをクリックしていただいて、このインストール k e p r というものを クリックしていただくと、このようにですね、Chrome だったりとか Firefox とか Apple OS とかいろいろあると思うんですが、僕はこれ今 Google Chrome を使っているので、Google Chrome をクリックしていきます。そうすると、まちょっとこのような形で、エクステンションがですね、ダウンロードできるので、Add to Chrome というものをクリックします。そうすると、このような画面に出てくるので、Add Extension というところをクリックします。 はい。で、そうするとこんな感じでダウンロードできるんですが、これで Create New Wallet というところをクリックしていきましょう。はい。で、これによって、サインアップウィズ・グーグルというのもできますし、Use Recovery Phrase というのもできるんですが、今回はですね、この Connect with Google というのを使っていきましょうかね。はい。こんな感じで、えー、Google でのサイン,インというものができます。 はい。ってことで、こんな画面が出てきました。セットアップ用ウォレットということで、ウォレットネーム入れていきましょう。じゃあ、僕は j o ー、えー、d y d x って入れましょうかね。はい。で、クリエイトケプラーパスワードこれは皆さんが好きなパスワードを入れていただければと思います。で、コンファームケプラーパスワードということで、もう一度同じパスワードを入れて、えー、NEXT 押すと、バックアッププライベートキーと出ますね。 で、ここクリックヒアとス e ープライベートキーとあるので、こちらをですね、皆さんクリックしていただいて、はい、こんな感じで見えているはずなんですけれども、一応まあ、これは僕のプライベートキーなので、僕自身は皆さんに誰も見せないように管理をしたいと思うんですが、ここにあるですね、プライベートキーをちゃんと保存して、復元できるようにしておいていただければなというふうに思います。はい、で、これでしっかり保存したら、インポートというところをクリックします。 そうすると、こんな感じで、すでにもうウォレットが作られたというような状況になってますね。はい。で、これで一応ですね、あの上に書いてあるのが、don't worry, you can change your selection anytime in the manage chain, visibility in the stable menu というふうに書いてますけれども、まあこれで、え、まあ m o s Hub というところをそのままにして、Save というところを押します。で、これで、できましたね。はい。まあ簡単に、 あの、このような形で、えー、アカウント生成というものができました。はい。で、そしたら、この下にフィニッシュとボタンがあるので、ここをクリックしてください。で、その後ですね、このケプラーのダッシュボードの画面の DYDX のページに行っていただきたいんですが、え、これもですね、一応、イ欄の方に貼っていますので、え、ここから行っていただければと思います。で、え、ここにですね、一応見ていただくと、上 DYDX という形で、え、さっき僕が作った、え、名前がこちらに、え、アカウントとして表示されているんですが、 まだですね、ここのケプラーには DYDX のトークンが入ってないんですよね。で、このステーキングするには当然なんですけれども、DYDX のトークンを手元に持っておかなければいけないので、ここをですね、まずはやっていきたいと思います。念のためですね、先に皆さんにお知らせをしておきたいのが、このマイグレーションのプロセス、一旦皆さんがこの DYDX トークンを預けて、 その先のですね、DYDX チェーン上の DYDX トークンを受け取るには2、3日かかりますので、まあ、その間はこのトークンへのアクセスができなくなるというのは、まあ、事前にちょっとお知らせをしていきたいかなと思います。なので、一旦ちょっと預けて、このトークンがどこにもないっていうような状況が、まあ一応、 あの、手元上にはなってしまうので、お気をつけていただきたいんですが、一応 ESA スキャン上にはちゃんと記録が残っているので、皆さんから権利が剥奪されて、そのトークがどっかに行ったっていうようなわけではなくて、まあそのトークは必ず皆さんの手元に戻っていきますので、ちょっと心配なくですね、やっていただければと思っています。はい。では、こっからですね、マイグレーションのプロセスをどのようにやっていくのか、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。で、僕はですね、今まだこのメタマスクククリックして、 自分のアカウント上に DYDX のトークンがないんですよね。なので、まずは DYDX トークンの調達から始めたいと思います。で、いろんなやり方があるんですけれども、ここのメタマスクのプラットフォーム上で、スワップっていうこともですね、して DYDX のトークンっていうものを確保することもできます。もしくは、あとはですね、僕はよく使っているのは、こちらも概要欄の方に貼ってありますが、DLN というですね、まあクロスチェーンの え、dex で、まあ、一番すごく僕は使いやすいなと思っているものなので、まあ、今日はですね、これをちょっと使っていきたいかなと思っています。で、まずは、え、チェーンをですね、この選んでいただいて、e ーサリアムをクリックしますと。で、僕は一応今回は、USDC をですね、原子として使っていきたいと思います。で、一応ですね、コネクトボレットというのをしていただいて、え、accept、はい。メタマスク繋いで、え、この一番上ですね、僕の好きなボレットを繋ぎます。 はい。で、オレットを繋いだ後に、えー、この下の方でまた、イーサーのところをクリックして、イーサリアムで、えー、ここを、dydx ですね。で割ると、これ出てくるのでクリックしますと。で、じゃ簡単に、どれぐらいがいいかな。えー、1000ドル分にしましょうか。1000ドル分。約309、えー、dydx トークンですね。これを、えー、取引していきます。で、アップルーブ。はい。アップルーブ。 はい、ここで、え USDC の使用上限の最高値ということで、え1100。まあ、今回1100しかトレードしないので、1100というものを、まあ、ここ最大というものをクリックしていただくと、えなりますと。で、次へですね。で、一応ガス代の確認があるので、承認をします。はい、で、今は、え USDC をですね、引き出すことを、えできるようにしますというようなことを承認したということで、で、ここでもう一度、えリフレッシュフォーアップデートというものを押していただいて、え価格をですね、もう一度参照し直しますと。 で、ここで出てきた価格でトレードするので、confirm トレードというものをクリックします。はい。そうすると、これ僕は勝手に入れてるですね、ハッキング防止ツールなので、これはちょっと忘れていただいて、これを進んでいくと、メタマスク上でガス代の確認が行われます。ガス代めちゃくちゃ高いですね。40ドルぐらい。まあちょっといいか。良くはないんですけど、確認して、えー、取引をしていきますと。まあ、もし皆さんがも、あの、このデックス使うよりも、 えー、バイビットとかバイナンスとか、あの、手元で DYDX を買えるですね、セックスがあればそちらで買った方がいいですね。これちょっとあまりにも高すぎるので、あの、これでやる意味っていうのは正直あまり、えー、なかったかもしれません。なので、まぁ、あ、DX 使いたいよっていう方は、まあ、こういった DLN とか、えー、まあ、何,何でもいいんですけれども、あの、ユニスアップとかですね、使っていただいて DYDX のトークンをまずは買っていただくということをしていただければと思います。はい、取引が終わったと思うので、えー、見ていきましょう。 はい、こんな感じで DYDX のトークンが変えましたね。はい、で、これをここからですね、ステーキングしていきたいと思います。はい、で、こちら、ケプラのダッシュボードに戻ってきていただいて、これも概要欄の方のリンクにあるので、まあ、チェックしていただきたいんですけども、ここで、マイグレートナウというのをクリックします。で、そうすると、このような画面になるんですけれども、これまでは DYDX っていうのはですね、まあ、イーサリアム上にトークンがあったんですけれども、これを、 dydx のチェーン n に移していくっていうことをですね、今後しなければいけないので、このようなプロセスが一応発生します。で、ここで connect metamask to Kepler dashboard というものを押します。はい。で、先ほど自分の dydx トークンをですね、調達をしたウォレットをクリックして次へを押します。はい。で、これで接続しますね。はい。そうすると、こんな画面が出てくるので、 え、中身をですね、確認いただいて、ま、問題ないと思うんですけども、え、これでアプルーブアローマンスというものをクリックします。はい、そうすると、え、メタマスクでまた DYDX 上の、え、DYDX の使用上限のリクエストというものがあるので、え、こちらも最大ですね、僕を押して、え、決済の実行をします。で、次へ承認ですね。はい、トランザクションインプログレスというのが右上に出ました。 はい。で、ここに、レッツマイグレートというのが出るので、これをクリックしましょう。はい。で、これで、ガス代の確認をして、問題なければ確認ですね。はい。で、これで右上に、トランザクション n p r o プログレスと出ますので、ちょっと待ちましょう。はい。トランザクションサクセス u l ということで、これで、DYDX の、まあ、コスモス上にですね、DYDX のトークンを移したということが完了しましたと。はい。で、ここでクローズをしていきます。 で、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、このマイグレーションのですね、プロセスっていうのは、だいたい2、3日かかるので、2、3日このマイグレーションのプロセスが終わった後に、ステーキングのプロセスに移行するというような状況になります。一応ここに、ビューイーサスキャンということで、ステータスインプログレスというふうに書いてますが、一応今の状況を知りたければ、ここをクリックしていただくと、今の状況っていうのがリアルタイムで 見えるというようなことになってますので、気になる方はこちらをチェックしていただければと思います。はい。ってことで、マイグレーションプロセスを始めてから約3日、2日3日ですね、経ちました。で、今、完了しているんですが、どこを見れば完了しているかっていうふうにわかるかというと、こちらのですね、マイグレーションのイニシエイティットというところの、この同じボックスのところにですね、ステータスというのがあるので、サクセスフルというふうに書いてありまして、サクセスフルにマイグレーションがですね、完了しますと、 え、こちらの方にですね、数字が反映されています。今、僕は、313.3781DYDX トークンというものをこちらの方で持っているんですが、これをですね、今からステーキングしていきたいと思います。で、どこからできるかというと、このページのですね、下に行ったところにあります。ま、これすべて、え、これらの今日お見せしているサイトは全部概要欄の方に貼ってあるので、そこから見てください。で、こうすると、ここにですね、バリデーター一覧みたいなところがありますと。 で、一応ですね、これバリデータは何順に並んでいるかというと、他のこの DYDX のトークンフォルダーから委任をされているということですね。で、その委任をされている割合、全体のトークンの発行枚数のどれぐらいの割合が、ここにあるか、ボーティングパワーとして預かっているか、委任されているかっていうのがあって、まあ、それの順番順に今並んでいるっていうのが、こちらの表になっていますと。 で、えー、なかなか自分が探したい人たちがいないなと思ったら、こちらにサーチバリデーターっていうのがあるので、えー、ここから、あの、772って入れていただいて、サーチをしていただければと思ってます。で、じゃあ、どのバリデータがいいかって正直よくわからないかったりするじゃないですか。で、一応ですね、こちらも概要欄の方に載せているんですが、mint scan.io というウェブサイトがあって、こちらになりますと。で、えー、ここのウェブサイトの、この上のところに dydx っていうのがあるので、 ここをクリックしてください。そうすると、このダッシュボードのメインページに行くんですが、ここの中の上段にですね、バリデーター図というの、バリデーター図というのがあるので、はい、で、ここをですね、クリックしていただくと、こちらにバリデーター一覧が先ほどと同じような順番で並んでいますと。で、こちらもボーティングパワー順に並んでいるんですが、それ以外にもですね、いくつか情報がこちらには載っています。で、おそらく皆さんが気になるポイントとしては、 コミッションというところが一つあると思います。これは、ステーキング報酬のですね、どれぐらいの割合をバリデーターのコミッションとして受け取るかっていうのをですね、こちらに記載があります。まあ、これはどういう仕組みになってるかというと、僕らが例えばトークン持ってるとするじゃないですか。これをバリデーターの人たちに委任をして、えー、彼らにですね、まあ、いろんなその投票だったりとか、諸々のバリデーター業務っていうのをやってもらうと。で、トークンを持ってる人たちっていうのは、まあ、それを 誰かに預けてバリデータをやってもらう。もう自分でもちろんバリデータをやるってこともできるんですけども、そのバリデータをやらないのであれば、誰かに委任をして預けて、そのバリデータ業務を依頼する。その依頼料がこのコミッションみたいな感じでなっています。はい。で、あとはですね、パティシペーションということで、そのですね、まあ、委任をされた人たちで、いろんなまあ会議みたいなものがありまして、 まあ、いわゆるその、ボーティングっていうふうに言われるプロセスがあるんですけれども、まあ、フォーラムっていうところで、いろんな議題をディスカッションして、このエコシステムをどういうふうに発展させていくのがいいのかとか、まあ、このエコシステムを発展させていく上で、どの手法がいいのかとか、まあ、そういったことをですね、具体的に議論して進めていく、一つのその投票プロセスがあるんですけれども、その投票プロセスにどれだけ頻繁に、もしくは何回参加しているかみたいなところが、このパティスペーションになっていますと。 なので、これ預けたとしても参加しないっていうふうになっていれば、まあその人に預けたとしても、そのトークン分は投票にされないということで、まあ正直それっていいのか悪いのか、あんまり全然気にしない。でも一番大事なのはコミッションですという人もいるかもしれませんが、まあそこはどういったスタンスで、彼らがこのバリデーターとしての仕事をしているかみたいなところもですね、まあ気になる方は、まあこういったところを見てもいいのかなと思います。 あとはですね、このミスブロック数というふうにありますが、まあこれはですね、ブロックの承認を、まあどれだけちゃんと、まあ正確にというかちゃんとやってるかっていうところが、え、こちらの数値になりますと、おそらく皆さんがすごく気になるポイントとしては、このコミッションですよね。一番おそらく気になっているのは、まあコミッションのところと、まああとはちゃんと、え、まあミスブロックすることなく、バリデーターの仕事をしてくれるかどうか、それによって、え、このエコシステムのセキュリティというところが、ま非常に え、まあ、担保されるのか、もしくは、脆弱性が、まあ、出てしまうのか、みたいな感じに、え、採用されると思いますので、まあ、こういったところもすごく重要なポイントかなと思います。まあ、あとはですね、それ以外にも、このシステムへの貢献方法って、まあ、いろいろあると思うんですよね。えー、以前ですね、え、僕と、まあ、あとは、え、コミュニティサイエンスというところで、え、DYDX さんをですね、お招きして、で、プラス、タネさんというですね、バリデータの方々をお招きをして、 いろんな、まあ、AMA みたいなのをやったんですけれども、まあ、そういった啓蒙活動みたいなことを手伝うっていうこともですね、一つのバリデータとしての貢献の方法というのもあるので、まあ、そういったことをやってる人たちがいいなと思えば、まあ、そういった方々に対して投票するっていうのもありかなと思います。まあ、あとはですね、日本人を応援したいなとかっていうのがあれば、まあ、タネさんはですね、日本人のバリデータとして参加しているので、まあ、そういったところを応援するっていうのも一つありかなと思います。 はい。まあ、これは人によって、え、基準だったりとかいろいろあると思うので、皆さんが、皆さんの形で、え、決めていただければなと思っています。はい。で、は、まあ、こういった情報を見て、誰に投票しようかな、というふうに、まあ、決めたとしたら、また、先ほどの、え、ページに戻っていただいて、え、決めていただければと思います。で、今日はですね、まあ、ちゃんとバリデーターの仕事もミスブロックすることなくやっていて、え、コミッションも5%とかですね、まあ、安い。じゃあ、この、ドライファイアフライにしようとしましょう。 はい。で、これクリックすると、こんな感じで、コミッション5%とか、ま、詳しくこういう形で出てくるんですけれども、特にまあ問題なければ、リステークというところをクリックします。で、一応ですね、ここに書いてあるのが、your staking to top 10バリデータ r ということで、トップ10のバリデータに、今、あなたはですね、ステーキング、ま、デリゲートしようとしてますよと。で、これをすることによって、 えー、まあ、中央集権化に、ま、ちょっと近くなっちゃうんじゃないかとか、まあ、ちゃんと、その委任をですね、分散させましょうみたいなことを、まあ、あの、意図として、ま、こういうことを書いているんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回はどういうふうにステーキングをするかっていうことを皆さんに教えるということで、まあ、このまま進んでいきたいと思います。で、continue to stake、もしくは、他の人に委任しようかなと思ったら、え、chooser the validators っていうのもできます。はい。で、ね、今回は continue to stake に行きます。 はい。で、そうすると、この画面に行くんですけれども、これ何を言っているかというと、ステーキングをですね、すると、30日間ロックされますと。なので、出したいと思った日から、30日間は最低お金を、というか、まあ、トークンを引き出すまでにかかりますよというのが、注意書きとして書いてます。なので、これは、まあ、一番気をつけておいていただければと思います。売りたいと思っても、30日間引き出すために、時間がかかりますので、まあ、そこはですね、本当に、 あの注意しておいていただければと思います。で、えー、どれぐらいをステーキングするかっていうのをここで選ぶんですが、すべてステーキングしますよという,うになれば、この max っていうのをクリックしていただくと、はい、こんな感じで自分が今持っている d y d x トークンは、えー、の max の数字すべてを預けると。で、これで問題なければ、えー、ステークというところをクリックします。はい、で、そうすると、えー、こんな感じでですね、 出てきますね。まあ、デリゲートというふうにあります。そして DYDX、ドライファイアフライ。先ほどのバリデータの名前がこちらに出てきますね。はい。で、メモというふうにあるので、まあ、これはですね、あの、皆さんが好きなメモをつけていただければと思うんですが、じゃあ、ジョー、ジョーを、えー、何でもいいや。テストでもいいか。はい。こんな感じで入れましょう。で、こちらにトランザクションフィーというふうにあるので、まあ、これは、 えー、ああそうなんですね。ということで、まあ、確認していただいて、p p l e Apple をクリックしていきましょう。はい。そしたら、トランザクション is in, お、めちゃくちゃ早いですね。トランザクションをサクセスするというふうになりました。で、そうすると、ここにですね、MyValidators というふうにあるので、ここにですね、まあ、皆さんが、もしくは今僕がデリゲートした、ステーキングしたトークンの対象バリデーターというのが出てきますと。 で、ボーティングパワーが今どれぐらいなのか、そして、ステークとアマウント。僕がどれぐらいステーキングしたのかというのがわかります。で、コミッションがわかります。で、ボーティングパワーがわかります。で、ここの矢印をクリックすると、こんな感じで、今どれぐらいのトークンを、そして今いくらのトークンを誰に対してどんなコミッションで預けたのかというのが詳しく出てくるところですね。で、もしこれを引き出したければ、 今の、あのー、ちょっともう一回戻りますけど、ここを普通にクリックして、アンステークっていうのがあるので、アンステークっていうのを押すと、また注意書きが、まあ、30日間かかりますよっていうふうに書いてますけれども、ここを確認いただいて、またマックスっていうのを押して、アンステークっていうのを押すと、アンステーク、30日後に戻ってくるという感じですね。まあ、今回このままステーキングしておこうかなと思います。はい。で、こんな感じで、ステーキングすごく早く、すごく簡単にできましたね。まあ、最初に、 ブリッジングっていうプロセスで、まあ、マイグレーションというふうに先ほど言ってましたけれども、まあ、そのプロセスがちょっと時間がかかるというのが、えーまあ、若干ちょっと面倒くさいかなというふうに正直思ったんですけれども、まあ、それは、えーまあ、やらなければいけないことなので、まあ、やっていただいてで、これで預けておくことによって皆さんが DYDX のプラットフォームで稼がれる、DYDX のプラットフォームにユーザーが支払う手数料の分配もこれで受けれるというような状況になりますので、 まこれはですね、ぜひこういった手数料をですね、受け取りたいなというふうに思ってらっしゃる方は、まあこういったところに参加していただくっていうのも非常にいいんじゃないかなと思いますし、まあどうせ DYDX トークン持ってるんであれば、まあこういうふうにやらなければ、正直まあ損ですよね。あの、収益の分配を受けれるということは、何もしなくて置いてるよりも、ただ単純にここにステーキングすることで、収益分配っていうのを受けれるので、まあ何もしないんであれば、ずっと置いていくんであれば、まあどうせならステーキングしましょうっていうのが え、一つ、まあ、賢い資金の使い方なのかなと思います。まあ、一応30日間のロックがあるので、売りたいのはどうしようかなっていうふうに、まあ、あの、ちょっとの迷いがあったりとか、するようであれば、まあ、しないっていう選択肢も、ありかと思いますが、まあ、これは皆さんの、え、一存で決めていただければと思っております。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうかえー、今日はですね、まあ、ちょっといろいろこの、え、ステーキングっていうプロセスにおいて、ま、いろいろ背景の情報とかっていうのもあるんですけれども、ま、簡単に、 ステーキングでどうやるのかっていうところを中心にお話をさせていただきました。あとはですね、先ほども申し上げた通り、このステーキングをすることによって、プラットフォームの、DYDX のプラットフォームの収益分配っていうのを受けれますよね。で、この収益分配の利回りみたいなものがどれぐらいになるかっていうのは、今のタイミングではわかりません。で、もしこれがすごく高くなれば、あ、こんな高いステーキングの利回りもらえるんだと。まあ、利回りっていう表現が正しいか別として、 あ、リマーリもらえるんだ、イールドが出るんだと。なれば、もっともっとこの DYDX トークン買いたいなということで、トークンの価格が上がっていって、たくさんの人がステーキングすれば、みんなで収益分配するので、まあ、その分、リマーリが下がってきたりはするんですけれども、まあ、大体適正な、まあ、何が適正かっていうのはまあ別としても、まあ、ある程度みんなが納得するような水準に、このステーキング報酬というのが落ち着いて、まあ、いくんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはですね、最近この DX e で、 え、収益分配をですね、ステーカー、ステーキングしてくれる人たちに対して分配をしてくれるっていうようなプラットフォーム結構増えてきているので、他と比べて、この DYDX のステーキング保持がどれぐらいになるのかっていうのは、今後すごく注目されていくポイントにはなると思いますし、まあそういったプラットフォームがいくつかある中で、どこにステーキングしようかなっていうのも、まあこれはどれだけイールドが出るか、どれだけ利回りが出るかっていうのもそうなんですが、まあやっぱどういった え、プラットフォーム、エコシステムに対して、貢献をしていきたいかっていうところもあると思いますし、やっぱり信頼性が高いような、例えば今回であれば DYDX に参加したいとか、いろんな考え方があると思いますので、ぜひですね、いろんなところを比べてみて、今回のように DYDX がいいなと思ってくださった方は、ぜひですね、今回の動画を参考にして、ステーキング、そしてデリゲーションですね、に参加していただけばと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。